こんにちは。しゃべくり料理です。今日も晩ご飯を作っていこう。今日はね、五目昆布の煮物と、ナマス、それとね、牛丼とお味噌汁だね。なんかさ、今日の日付がね、11月10日の金曜日。外は雨。雨だからかなんか、ふりーってだるい感じがするけど。頑張ろう。じゃあ始めよう。いやこれね、いつものね、とりあえずさ、これを水に戻しとく間にナマスを作ろうかね。よいしょ。昆布の量が少なくなってる。前はもっと昆布もいっぱい入ってたんだけどね。少なくなった気がする。よし、これを戻してる間にナマスを作ろう。ナマスはさ、娘も好きだから、またちょっと多めに作っとこうかな。ただね、えらいこっちゃなんだよ。人参がこんだけしか残ってないの。ああ、人参がなかったもんだ、こんだけ。こんだけだけど、まあね、いっか。もうね、しょうがない。で、大根は今日ののは結構、太っちょ大根だけど、どれぐらい使うかな。よいしょ。まあ、いっぱい作っとこうかな、多めに。つって、またすごい量になったらどうしよう。まあ、いっか。ちょっと多めに作る。わお。何今のと。大根すごい量になるかも。でもさ、塩もみしたらすぐペロンってかさが減るしね。まあ、しかしね、今日はなんかさ、雨でどんよりしてるせいか、雨でどんよりしてるせいか、私の気分もどんより。こんなあるがね、天気が悪いとどうも調子が出らんよね。こうあるのよね。で、昨日はさ、すごいなんか体やら頭が痛かったの。やっぱ天気が崩れる前はね、いつもこんなある。嫌になっちゃう。本当に。よいしょ。ほんで今日はやっと土曜日じゃなかった、金曜日だ、さっき言ったのに。11月10日の土曜日。あ、土曜日じゃない、金曜日。何回同じ間違いを言うかしら、困っちゃう。大根やっぱ多いよなぁ。と、うまい。でも塩もみすればさ、大根とかさ、すぐかさが減るもんね。しびょんだって、しょぼむよね。あの、ペロンってなるもんね。よいしょ。まあ、しかしね、暑いです。で、今日は忘れないようにお酢を買ってきた。砂糖とね、砂糖とお酢がなかったから買ってきた。よし。あとまたお醤油とかもまた醤油屋さんに電話をしないと。よし、大根から切ろうかね。でさ、今日朝から雨だったんだけど、息子にね、傘持っていくように言ったの。そしたらさ、持っていかなきゃダメって言うから、だってもう雨降ってるよって言ってさ、一日今日雨なんだよって私が言ったら、じゃあ夕方迎えに来てねって、学校まで。もうあのね、割と学校まで近いんだよ。でも迎えに来てねって言われたから、迎えに行かないといけない。この前もほら、あ、この前はまあ私が悪いのよね。傘を持って行きなさいよって言い忘れたから、今日もだから迎えに来てって言うから迎えに行かないと。今日はだから4時ぐらいに終わるはずだから、その前に息子も迎え、あ、その前にっていうか、そう、4時くらいに終わるから、息子を迎えに行ったりせんないかんの。もう、歩いて帰ってくればいいのに。
すぐそこなんだからね。本当にもうだ、本当に本当に本当にもうだよ。まあでもさ、最初もう今6年生だけど、それこそさ、もうインスタの人は知ってると思う。昔からねの人は、最初息子入学した時にさ、毎朝泣きながら学校行ってたのよ、もう。だから私も毎朝学校までついて送ってっていうか歩いてね、一緒に行ってさ、泣きながら行ってたの。寂しいっつってさ、なんかその小学1年生っつったらさ、幼稚園に毛が生えたぐらいじゃん。幼稚園時に、幼稚園の頃もずっとほら、まあね、一緒にいたわけじゃん。だからね、泣きながら行ってたあの息子がもはや6年生となったと思えば、すごい早いな、成長だよね。いつもシク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 泣いて、お母さんバイバイってさ送っていったらさ、手が見え、こうバイバイって見えなくなるまでずっと振り返って泣きながらあんなしてた息子がもう6年生。あっという間よ、早いね。ちゅうことは私はもうインスタを始めて6年ぐらいになるちゅうことか。そんぐらいなってんのか。早いよね、ほんと時が過ぎるのは。6年前私いくつ、47か。47だったんだね、6年前は。もうそんな私も今53って、まあでも47と53といえばそうそう変わりがないような気もするけど。あっという間だったな。こんなしてさ成長してさ、すぐまたねどっかさ県外に出たりとかするのかな。長男はね19歳の時に福岡に行って、今33でしょ。次の2月で4になるからさ、19の時にね福岡に行ったんだけどさ、ちょうどその時私は今娘を妊娠中だったのよね。38の時だったもんね。あの時もね、まあ言えばさ、今までずっとお家で一緒に暮らしてたわけじゃん。もうね、新幹線で福岡に行ったんだけど、ホームでね頑張るんだよって見送る時にさ、もう涙がボロボロ出てきてね。えなんかね、ほんとさ、子供は成長して旅立っていくけど、親にとってはいつまでたってもなんか子供なんだよね。あの新幹線で見送る時涙が出た。でそれからなんか帰ってきてさ、帰ってきてしてもほら長期休暇でね帰ってきたりしよったから、その時にまた見送りに行く時はさ、あまた行くのかって涙が出たりしたけどね。もう今は13年ぐらいも福岡にいるのか。でも向こうでね家庭も持ってるしさ、今下の子2人もさまだ家で一緒にこうやって暮らしてるけど、そうやってね旅立っていく日が来るんだよなって思うとやっぱ寂しかな。成長は嬉しい反面、こう寂しさもあり、こうやってさやがては夫婦2人になるのよね。夫婦2人とどど2人になっても子供たちに迷惑と心配をかけないようにしっかり生きていかなきゃと思う今日この頃。そうねえ、子供たちに迷惑やら心配をかけないように夫婦二人でもう共に入れ歯になるまでよ。入れ歯をガタガタ言わす日まで暮らしていかないと元気でね。そう思い方よね。マシか、早いわ。人参がさ少ししかないから、ちょっとでもいっぱいになるようにこう細めに切るんだけど、もうチンチンバラバラここがぐしゃーなってしまった。もうやだ、よいしょ。ねえ、ほんで私ね、もう11月もさ10日だっちゅうのに半袖でしょ。で今ねほんのり汗をかいてるからね、
暑いの私なんでか知らんけど、多分お月さん毎週のもあるかもしれない。っていうかいつまで来るのお月さん。もう53歳になったのにさ、いつまで来るのかな。まったくだよ。本当に。あら、まあ繋がってた。ほら、こんなことが多々あります。繋がってるのを発見したらもうピロピロ剥がしていこう。多々あります。というかまな板ずれないでほしいのよね。下に布巾を引いてるんだけどずれていってまあ歯がいいわ。よいしょ。まあしかしチンチンバラバラになってどうしましょう。まあ適当にザーッと切ればいいか。食堂じゃない我が家で食うんだ。食うんだってしまった。ついうっかり日常の言葉が出てしまった。食堂じゃなくて我が家で食べる分だからね。よし適当にもちょん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 って。でも雨でしょ。雨が降ってるしさ、部屋の中にあの洗濯物も干してるから除湿中の除湿をかけてる。まあ、しかし私はなんでこんな汗ばむんだ。今日もさ、あのお酢と砂糖を買いに行って買い物行ったんだけど、そしたらね、もうねほぼほぼの人が半袖、あ違った、長袖だった。私だけだった半袖は。でも私はちょうどいい感じだからさ、まあいいやと思って。あんまりね長袖でも、お、あそっか、お家の中であれでもうちはみんな半袖だよな。はい、切った。そしたら軽く塩もみしよう。で、なんかこう今度の日曜日はなんかどっかそこで、そこでって近所の人に話すみたいに、どっかねそこでねお祭りっていうのあるみたいだけど、あのお祭りなんかも人が多いしね。子供たちがちっちゃい頃はさ喜ぶから連れて行ってたけども、大きくなって子供たちはあんまり出てされきたがらないから、出たがらないからもうね長らく行かないね。お祭りとかもさ、人参がさ少ないようだったけど、大根とこう合わせてみればちょうどいい割合で色が出てると思う。でこれをさ、あれだね、これから水分が出るまでの間に五目昆布を炊こうか。よいしょ。ね、これでしばらく置いてたらね、あれだから、あれだからって何ですか。水分が出るからねっていうことね。すぐ忘れちゃう、もう。よいしょ。これでいいかな。ちょっとちっちゃいから大丈夫かな。よし。なんかね、ほんと昆布の量が少なくなってんのよ、毎年すれば。悲しいわ。マジ悲しい。めちゃ少なくなってる。よいしょ。でもうさ、油揚げは1枚にした。でね、今冷凍庫から出したから硬いんだよ。だからもうゆっくり押さないとさ割れちゃう。よいしょ。で油揚げ切って五目昆布を仕上げようかね。このさメカブに一回も会えないの。メカブののも美味しそうじゃない。食べたいんだよね私。メカブとかワカメとかも何せ海藻好きなのよ。よいしょ。はい、よし。はい、よっと。こっちで炊こうかな。まあ、こっちでいいか。よし。よいしょ。で、油を熱してね。いいよ、こらせ。このさ、雨の日ってなんか気分がうつうつ憂鬱になるよね。結構さ、女の人は多いみたいだよね。私もそんなあるがね、雨日は苦手っていうかこううつ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 なっちゃうからね。
まあ、でもさ、気分がうつうつなるから何もしないっていうわけにはいかんもんな。なんか今日気分がうつうつって何もしなかったっていうわけにはいかんからさ。まあ、でもね、ことはほら、まあ、私が若い頃からさ、こういう感じなのは知ってるからね。でね、うちは娘もそんなあるのよ。気圧に弱くてさ、雨降り前とかもうめちゃくちゃ体やら背中やら頭やらどこやら痛くなってね。娘もそんなあるからさ、睨んでよかところが寝てしまってかわいそうやなって思って、ほんと嫌よこれは。でも全体にざっと油がってね、まあざっとでいいんだ。食堂じゃないんだからっていつも言ってるけどね。油が回ったら水が200ね。よし、そして和風だし小さじ1。もうそんなしてるうちにさ、このさっき塩も見せた大根と人参からもね、水気が上がってきてる。で、砂糖が小さじ2、1、2で、薄口とみりんが大さじ2ずつだね。1、2、そう、ほんで今日はさ、まあ、牛丼は牛丼なんだけど、私はさ、キムチと温泉卵を乗せて、ちょっと待ってよ、1、途中で喋ってるの分かんなくなるから、2、そう、キムチと温泉卵を乗せて、温玉キムチ牛丼にしようと思って、なんかうまそうじゃない？で、これをさーっとなじませたら、もう炊くだけだ。はい、あとはもうほっときゃできるから、ほっておこう。めっちゃ適当やね、いつもと一緒で。そしたらさ、もう今日はやる気がないからって。やる気もない。やる気がないの、こんな日ってあるよね。どうしてもこうしてもやる気が起きない日ってあるよね。だからもう今日はさ、今もこれ、五目昆布を炊いてるじゃん。で、この酢の物じゃなかったな、どこだこれ、引っ掛けるところ。あ、ここだった。見つけ出さんかった。この酢の物じゃなくて生酢を仕上げればさ、もうあったお味噌汁と牛丼だけだからね。もう簡単よ、簡単。なんか今週はだるかったなあ。風邪をひいてたのもあるのかもしれんけどさ、なんかめちゃくちゃだるく感じた。な、これ頭とこないですよ、この角度なら。どう、よいしょ。生酢のね、合わせ調味料が砂糖が大さじ2、塩をひとつまみ、お酢が大さじ4。ちょっと頭だったね。1、2、3、4、よし。じゃーって混ぜよ。これはね、娘が好きなのよね、生酢。にょーん。これ、砂糖が溶けたかな。まあいいや。食べるのは夕方だからさ、まあ、ある程度溶けたらタッパーに入れて直しておけば溶けるから。で、これをね、しっかり絞ろう。せーの、ぎゅ。あれだね、今日11月10日のぞみさんが帝王切開でもう赤ちゃんと会えたのかな。あの、出産ってなんかいいよね。私はさ、出産は4回経験したけど、やっぱ全部さ、心に残ってるよね。予定日間近になった時のワクワクは、いつ会えるかなっていうワクワク感もね、未だにね、なんか覚えてる。よいしょ。まあね、4人子供を産めてありがたいことだ、ほんと。よいしょ。まあね、一人はお空に帰ったけどね、本当はね、5人だったんだけどって、実際はね、1人はダメ、あの、心臓が止まっちゃってさ、お空に行っちゃったけどさ、まあそれもでも今になって思えば大切な経験だった。
すごくつらかったけどね。よいしょ。ねえ、あんだけさ、大根もいっぱい切ったけどさ、塩もみして水分を出せばペロンとなるよね。おいしいもんね、なますもんね。前は私が人参が嫌いだったからさ、おえってなってたからきゅうりとすることが多かったけど、最近もう人参もちゃんと食べれるしって食べれるからね、おいしいもん。ポリ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 と、ほんでこれをあえて出来上がりだね。で、今日のお味噌汁はね、もうね、簡単あの蒸し煮にしないで、もうなめことね、わかめを後入れで入れて、なめことわかめのお味噌汁にするんだ。だからもうあとは肉じゃがじゃなかった、なんだったっけ、牛丼作るだけ。よいしょ、ナマスもできた。これさ、うちさ、大根がちょっとさ茶色っぽくしてるのは、お砂糖がさ、黒糖を使ってるのよ。だからよね、砂糖もね、ちゃんと買ってきたよ。私ね、今日はこれ買ってきた。これね、粉末黒糖、コクがあって美味しい。煮物を作ったら最高。そしたら、よいしょ、よこしょ、ここにさ、背伸びをするのが難儀だから、あの足踏みが欲しいなとこうさ、どこらじゃ、足踏みが欲しいなって思うけど、今度は足踏みをもし置いたらだよ、この狭い台所がさらに狭くなって、それにつまずきそうでしょう。だから今んとこも背伸びをして頑張ってる背が低いのよ、なんせ153なの。もしかしたら縮んだかもしれない、年を取って。なんか年を取ったらさ、身長が縮むとか言うじゃん。だから縮んだかもしれないけど、前測った時には153だった。病院でさ、大学病院で測るからさ。よし、ナマスできたね。あら、人参がここに挟まっちゃって、ちょん切れちゃった、ここで。もういやね、まあいっか。よし、ナマスの出来上がり。この五目昆布のね、煮物ももうできたはず。めっちゃいい匂い。五目昆布ももうできた。よし、これはほっとこう、こっちに移そう。もうなめことわかめだし、あ、こっちに、わかめは後入れだから、なめこをぶっこんで、ガラガラ炊くだけだね。もうね、なめこは冷凍があるから、もうこんだけで使い終わり。またこのなめこあったら業務スーパー行った時買ってこよう。あら、あら、もう全部入れたまた買ってこよう。なめこパン美味しいもんね。これが赤だしならな、美味しいのよ。私は赤だし大好きだから、だいたいいつも600で作ってる。もうこれはガラガラしないで、もうこのまま普通に炊いちゃうね。和風だし、塩の一番があと、あの一袋、50袋、あ、50ぼ、あ、何、50袋ぐらいしかないからさ、1パック、ん、うん、また頼んどかないと。ほんでこれ、気休め程度のしじみだし、一応肝臓にね、気を使ってあげてるつもり、本人はね。はいよ、この間に米を仕掛け、あ、玉ねぎも切らんないかんな。そしたらさ、牛丼用の玉ねぎを切っとこうかね。もうほんで鍋にポーンって入れとこう。で、まだこっちは、あら、ガラガラ、ちょっと動いとこうよいしょ。玉ねぎ半分でいいかな、これでかい。まじか、半分で。お肉も結構ね、450g ぐらいあるから、玉ねぎは半分にしよう。
半分から1個だけどさ、玉ねぎの大きさがね、これでっかいからね。よし、半分はまた直しとこうこれね、皮を剥いてね、私はいつもねビニール袋に直しとくがよ。よいしょ、これにね入れて直しとく。大きな半分、どっちが大きいけ、ちょうど半分に切れてるからどっちが大きいもなんもないわ。で、ジャーッと水で流せて、あら、浄水のままだった。すぐね、こうやって浄水のお水を使ってしまう洗い物にうっかりしてね、もううっかりばっかりよ、いつもいつもうっかりしすぎ。よいしょ、玉ねぎはうちはもうね、薄切りだ。あの、くし切りにするところもあるよね。もう薄切りならさ、息子も、あの、息子がね、野菜が好き嫌いが多くてさ、だからもう、くし切りよりもこの薄切りの方がね、お肉と一緒に食べてくれるから。ほんとね、野菜の好き嫌いが多いのはととにそっくり。で、玉ねぎをお鍋にドンと入れておいて、ちょっとお味噌汁がブクブク言ってるから、仕上げよう、仕上げよう。なんかさ、心なしか、火がチラチラ照ってきてるんだけど。でも、迎えに来てって言われたから、また行かないと、って怒るだろうな。火がチラチラ照ってきて。まあ、でもほんと、雨の日ってさ、こう、気分が上がらないよね、テンション下がるっていうの、こう、ふいって感じだよね。でね、もうわかめはさ、後から食べる前にポンって入れればね、よーしだ。お味噌汁もできたと。で、これはまたこっちの火を使うから、こっちに置こう。よし。そしたら、牛丼。あ、牛丼の前に牛肉切ってないわ。忘れてた、切ることを。ケチな私がね、珍しく牛肉。これさ、何等分に切ろう？ 1。いいか。これさ、アメリカの牛肉なんだけど、牛さんね。グラム148円で割りかし安かったのよ。だからね、買った。安い時しか買わない。割引シールがバッチリついてたり、安い時しか買わないからさ、グラム148円ならまあ安いし、ね、子供たちもさ、牛丼とか好きだからさ、珍しいんだよ。あのね、4パック買ったのよね、だから。2パックは冷凍。水が 300cc。和風だしを小さじに入れて、ガラッと一煮立ちさせよう。1、2、よーし、一煮立ちさせるよ。そしたらさ、よいしょ。もうね、玉ねぎがガラガラ煮えたからさ、砂糖が大さじ1。1、2、3だから覚えやすいけど、私は覚えられない。みりんが大さじ1、2、で、濃い口醤油が大さじ3、1、2、3でね、おろし生姜が小さじ半分。もうチューブを使う。もうね、すぐ楽を選んでチューブを使う。小さじ半分。これ、こればっかりかな。これ、生姜だったよね。だった？間違ってニンニク入れてたらと思ったけど。まあいいや。生姜だった。よしよし。で、何の音？あら、生姜が落ちてきた。そしたらさ、もうお肉をね、ばらかしながらさ、あ、ちょっとザッと混ぜよう。ザッとして、お肉をばらかしながらね。
いいよこらせ。久しぶりだな牛丼。ほら豚丼とかさ親子丼とか結構してたけどね。まあ牛丼が久しぶりな理由はただ一つ、私がケチすぎて牛肉を買わないから。だって高いんだもん高いんだもん。だからあの安い時しか買わない。あと割引シール、もう割引シール大好きだもん私でもね主婦の人はみんなそうだと思うんだね。今さ物価高騰で何もかも高いから、少しでもね安く買おうと思えばそうよね。主婦の人はみんなそう。よいしょ。うちのさ、まあ、私が行くスーパーはさ、最近ね、手羽元が安いのよね。前も言ったけどさ、だから手羽元をね、買うあれが増えたな。安いんだもん。ほんで骨付きの、あの手羽元はさ、子供たちも好きだからね。あと冷凍庫に20本ぐらい入ってるよ、手羽元も。だからありがたいよな、あの、安い食材があればね。ありがたい。このさ牛肉もグラム148円だったからね買ったけどさ、あのグラム300円とかだったら絶対買わない。あのグラム248円でも買わないな。まあどうしても釣るときはグラム198円とかでもまあ買っちゃうけどさ、極力シール付きね、割引のシール付きを買うもうほんとセコセコおばちゃんよ。だってさ、なんか老後が心配になるもんだって。老後がって、だってさ年金とかもさ、やっぱね私たちの時代になってしっかりもらえるといえばあれだけど、どうなのかわかんないしさ、なんかねいろいろ最近やっぱね老後を考えるよね。その別に贅沢はしなくてもいいから、普通に暮らしていけるぐらいのね余裕は欲しいじゃん。だからね最近よくね老後どうやって過ごすか考えたりしちゃうがよ。よし、でばらかして入れたらもう出来上がりだね。早かったわ今日も簡単なものしか作ってないからさ、早いわそりゃってね。だって極力簡単なものしか作ってないもん。しかしまあようやく汗が引いてきた。ほんでやっぱね外は火が照ってきたの。これでもだいたい 450g だからね、こんだけあれば上等上等。もうほんと国産のさ鹿児島の黒毛和牛とかめっちゃ高いよ。美味しいんだけどね、でもあんま上等な肉はねどうも私はね貧乏舌だから胃がもたれたりしてね、お安めのお肉を美味しいと思うから、まあよかって。よーし、火が入ったかね。入ったね。よし、これで牛丼の上ね、なんていうこれ、牛っていう牛丼の上の具が出来上がり。よし。なんかさ今日は天気も悪くてテンションも上がらないふーって感じだったけど、今日もみんなのおかげで楽しく晩ご飯作りができました。ありがとうございます。最後まで見てくださりありがとうございます。じゃあね、バイバーイ